じゃじゃーん。登場してよいでしょうか。イメチェンした私を登場してよいでしょうか。よいでしょうか。では、いきます。せーの、じゃーん。じゃーん。イエーイ。 結構ハイトーンですけど、どうですか？ちょっと巻きが取れちゃったんだけど。かわいい？切ったし。結構びっくりした。嘘。なんかね、もうちょっと紫みを入れたかったんですけど、思ったよりね、なんかミルクティーみたいな色になっちゃって。そう、でも普通に可愛くて良い。ちょっと眉毛もね、脱色しちゃって、ちょっと今眉毛がないんですけど、明るくしました。先はちょっと今巻いてるだけで、巻いたらすごい可愛くなるんだけど、ちょっとまっすぐ ネイルがね、途中過程が一番びっくりすると思うけど。ってことで、ご飯食べていいですか？まあ、またね、きっと後に暗くはするので、とりあえず夏だけちょっと楽しみたいなと思って、今日はベタコンラーメンを作ったので食べます。ちょっと辛いラーメンで作ってみた、今日は。レバニラじゃなくて、もやしとニラと豚肉入れた。おいしい。ちょっと餃子はね、後でお腹空いたら食べようと思って。何色だろうこれ。ね、インスタントも美味しくなる。あ、もやし？辛いの美味しい。辛いの食べたかった。舞台はまだ出ないので、あと舞台はカツラです。ちなみになんですけど、ミルクティーなのかな。本当は紫にしたんだけど、緑に見える？まあ光の当たり具合によってはいろいろ見える。めっちゃさ、今日こんなかかると思ってなくて、ちょっと本当にさっき帰ってきたんだけど、まだ食べてなくて、一食も。初ご飯これ。早く帰ってこれると思ったから。お腹空いてた。私の予定では7時ぐらいに帰ってこれる予定だったから。
まず脱色するのに2時間くらいかかるかな、合計。マジ煉獄さんみたいなの途中。なんか頭皮はねそんななんか痒いくらい、染みたりはそんなしなかったけど、眉毛がねもうちょっと炎症起こしちゃって、皮膚薄くて、雑誌見たり、8時半くらいにお店出たかな、雑誌見たり、あとはまあ携帯いじったり。そう、眉毛ちょっとやってしまった。結構多分すぐ色落ちしちゃうから2週間も持たないと思う。だから結構まめにあの美容室行かないといけない。今日さこのラーメンさ、なんか宮崎のチャルメランのさなんか辛いやつってるじゃん、それにしてみた。うんふん、うん、そう、メールの色に近づきます。麺細い、超美味しい。これけど辛い、本当に美味しい。でもそう、ちょっと黄ばんだミルクティーみたいな色になるって言われたかな。辛いね、細麺が好き私も。ご飯はねもう炊かないとないので、食べたいと思っても炊かないといけない。つけ麺はでも確かに太麺が美味しいなって思った。ちょっと食べる、辛いの食べてるとクーラーが欲しくなってしまった。うん、赤い、見えないわ。え、でも今日はこれモチベにこれを楽しみに生活してたから、辛ラーメンよりはなんか美味しいかも。日本人に近い、日本の味に近いからかな。これ一食目ってやばいよね。でも普通に考えて10時、辛い。 いやきっとこの後も食べると思う。でも明日もちょっぴりお仕事があるので
なんで朝食べなかったっていうと、まずご飯がなくてパンもなくて、なんかどっちもないと食べる気力なくて、今日はパン買ってきたんですよ。だからロールパンみたいなやつ買ってきて、ご飯もちゃんと炊いとかないと食べる気力にならないから。なんかラーメンとか夜に食べるものはあるんだけど、昼とか朝っていうものがなんかあんまなくて、桃はさすがに食べましたよ。ぶどうも食べました。結構前になくなった。野菜あってもやっぱご飯と一緒に食べたくない？冷凍ピザね。電子レンジで冷凍ピザって食べれる？ちょっと、コーンフレークいいね。なるほどね。連携がないのでスプーンを持ってきました。いやー、サラダ朝は炭水化物食べたい。グラノーラね。そう、コンビニで何か買おうと思ったんだけど、まあいいかと思ってめんどくさくなっちゃった。美味しい。でもこのために我慢してよかったとも思えるのよ。レンゲない。レンゲ買わないとってずっと思って。レンゲってでもダイソーに売ってるよね。どうですか髪の色。実際ここにニキビ、あ、血出てきた。ニキビの見て。あれ、おかしい。好き？見慣れた？嬉しい。似合う。言いたくない。分かんない、ギャルっぽく見えんのかな。そう、あんま金髪にしてないでしょ。これですぐコンシールつけるからよくないんだよね。眉毛はね、今ちょっとないんだよね。すごい、さくらさんに似てるって、これ嬉しい。まあでも髪についてはまた後に話します。
100。うん、違われてくる。まあ、ちゃんと巻いて明日は配信するね。久しぶりにさ、鼻にニキビできたんだけど。スープどうしよう、飲めるかな。辛いけどこのラーメンめっちゃ美味しい。みんな食べてー食べてー。なんか宮崎のなんかチャルメラ、辛いやつ。わあ、やっぱ一食目だから足りない。になってた。激辛醤油ラーメンって書いてあって、関東で買えるんだ。インスタントだからどこにでも売ってるんじゃん。もうすぐ食べきる。激辛ってほど辛くない。宮崎のなんかチャルメラ辛いやつってググッと出てきた。本当によかった。ゴリラ一丁大好き。いや、そう、宮崎辛麺みたいなやつ。正解。完食です。もう野菜食べた。美味しい。ちゃんと野菜も取ってるから健康的でしょ。美味しい。辛ラーメンとかもいつもスープ飲み干しちゃうんだよね。
と残します。ごちそうさまでした。美味しかった。このゲトコンラーメンは、まあ、ごま油にんにくやって炒めて豚肉入れて、今日はもやしとニラ、まあ普通はマイスのニラが多いかな、を炒めて醤油と塩コショウちょっとやったら完成。それをラーメンにのっけるだけです。うん、野菜も取れるから健康的。ごちそうさまでした。ちょっとお皿置いてきます。美味しかった。よいしょ。スタミナ満点、本当に。ふう、マジ食べるの早いよね。20分くらい食べちゃった。インスタに載っけようかな。明日ちゃんと森の写真撮って載っけるかも。ラーメンは飲み物っていうことですね。下にメールなんて返すのって来たんだけど、ライン今ちょっと今から写真を加工します。フライボーイ発売火曜日じゃない？嘘、売ってたよ今日。乗っけよっかな。ちょっともうちょっとちゃんとメイクしてからしようかな。
れにしよう、どれにしよう。全身は取ってないです。ユナの衣装めっちゃ美脚だった。嘘、嬉しい。では乗っけます。えい、送りました、送りました。りーちゃんには写真で送った。ね、写真だとめっちゃミルクティーだよね。ちょっと加工してるってのもあるけど、いいねしてちょうだい。嬉しい。そう、ちょっと巻いてるとあれなんだろうね、湿気でもうね、取れちょっとヤンキーみたいな、確かにストレートだと。見て、眉毛赤いの分かる、ここ、この辺とかめっちゃ印象起こしちゃった。ヤンキーだねこれ。パッツン可愛いよね。私いつもパッツンに切ってもらう。痛くはないけどヒリヒリしてる。お腹いっぱい、ちょっとだけ。クレッちゃんはまだ見せてない。あ、パンこれ買ったよ。なんかウインナーとかを入れようと思って。久しぶりにパン見たらパン食べたくなったから、パン食べていいですか？マジ？気まぐれすぎん？明日の朝ごはん、正解、1個食べます。トースター欲しいな。だからそう、ホットドッグみたいにしようと思ったんだけど、トースターね、トースターなくてもホットドッグにするんですけど、そう、スクランブルエッグとウインナー入れる。うんうん、実家によくあった。お腹いっぱいって聞こえたよね。私も聞こえた。バターはあるけど、あったかくないとバター好きじゃない。血出てきた。うんね、フライパンね。
脈ってむずない？私ね、あったかいところでバターつけ、なんか冷たいのにバターつけるのが好きじゃない。明日はもう朝ごはん決まるから、明日は朝ごはん食べてお仕事に向かいます。ちょっと早起きしようかな。そっか、マフィンってフライパンで焼くんだ。なんかさ、ずっと食パンばっか買ってたの。もうでも今年に入って食パン買ってないと思うんだけど、このパン美味しいわ。朝ごはん写真送って。分かった。朝ごはん作りながらでも配信しようかな。多分パンで幸せなの、コスパいいの。私安いので喜ぶから、コスパいい女ですよって。結構あ、レタスもあるわ。いいね、もう完了じゃん。朝食完了だね。ツイッターにも載っけようかな。ウインナーとレタスとスクランブルエッグがある。あるってか作るんだけど。ブランドバッグいらないの？欲しいよ。なんでなんで？急に何？くれるの？あ、そういうこと？コスパがいいからって。でも化粧品とかはね、化粧品ってか、なんか財布とかバッグはブランド物が欲しいなって思いになってきたけど、そんな何個もいらないなって。ブランド品のが長持ちするの。そうなの？もうそれそうか。
だから自分で初めて2年前くらい1年前かな、自分にマイケルコースのバッグ買ったのがブランド物、大きいブランド物初めてか。眉毛赤いのめっちゃ気になるんだけど、まあいっか。そう、リーちゃんにもマイケルコースのリュックあげた。そっちの方が高いかもでもお世話になってるから。なんか仲いい人にはなんかすごい高価なものあげたくなっちゃうとか、人におごりたいとかもそうだろうけど、気をつけた方がいいと思うけど、自分に余裕があるときにそういうのはしたいよね。眉毛赤いのめちゃ気になる。見返り求めませんよ。こうしてツイッターにあげよう。財布はりーちゃんが1年前にくれたケイトスペードかな。でも財布はもう高校生の時からブランド物を使ってる。抜けた、ついた。うんうん、長財布じゃない。長財布はもうね、高1とかから使ってないかも。高2の時にビビアンかな。高3の時にミュウミュウ。でももうそろそろね、財布買いたいな。夏服のプレゼント用、夏物の服プレゼント用に買ったけど、卒園届く頃には夏終わってそう。大丈夫、来年着る来年着る、まあ、女の子って結構ちっちゃいカバンが多いじゃないですか最近。だからちっちゃい財布ばっかりですね。スマホはなんかちゃんとその電話できる機能をつけたのは中2からで、あとなんか Wi-Fi あれば使えるって感じは小5くらいから。なんかそういう感じ。財布はね、財布にあんま色問わないかも、まあ、自分の好きな色。そう、私は iPod Touch じゃなくて初代 iPhone を使ってました。お兄ちゃんのお風呂使ってた。優な急上昇。ん？
さピンクのリップ持ってないからさ、こういう服って多分ピンクが合うんだろうけどさ、持ってないんで。裏が銀色のやつ、そうよく覚えてるね。しかもめっちゃ重いめっちゃ重い。なんかでも何のためにやってたんだろう。ゲームバックしてたかも。ゲームと友達と連絡取ってたのかな。ツイッターとかもやってたし、 LINE、 カカオトークとか、一時期スカイプとか流行りませんでした。流行った時なかった。今でも確かに社会人の方は使ってるかもしれないけど、スカイプやってた時あった。流行ったよね。でもうわっ、クッキーランとかもやってた。私もうん、無料通話のやつをなんか多分探してたんだろうね。やばい、めっちゃニキビ気になる。いじっちゃダメ。あ、バインもやってた。バインって読むんだっけ。通話料10万。嘘、すごっ。ちょっと明かりぶつけすぎた。僕やらないから PUBG やるの。うん、どうしよう。でももう11時になっちゃうね。でもきっとさ、やらない人はつまんないだろう、つまんない人もいるだろうからさ、どうしようかなって思った。インストールした。何やん？パブ？嬉しい。いや、そう、1回で30分くらいかかんの、最後まで生き残ったら。わかんない。いや、設定わけわかんないし、私もランクが多分低いから。でもまあこんな感じでやってるよってのを見せようかな。大丈夫かな、ね、髪の毛好評かな、大丈夫かな。ちょっとツイッターの反応気になる。
この服の色も意外と似合ってんのかな。どんなゲーム、もうこれバンバン、え、じゃあ一回やってみよう。でもこの時間にやりますとか、あの秒数とか、携帯に移動しました。そう、でも私全然まだね iPad に使えられてなくて、なんか4本指でやろうと思ってるんだけど全然4本指でできなくて無意識に2本になってるんですよね。こうやってやってる。画面は見れませんのでご承ください。もうね、私ね心臓がバクバクしちゃってこういうゲーム向いてないんだよね。でも本当に向いてないの、やめた方がいい。あとめっちゃイモる。2本は逆にむずそう。うわー、慣れてるね。あ、音が、ちょっと待ってよ。ではめっちゃ向いてるやん。あ、うるさいうるさいうるさい、わかんないね。足音聞けたら興奮するの。そう、まあ、はい、このショールームとなんか見てこうなってるのわかるかな。すごい iPhone の方が画質いいの。なんか iPad はねパフやるためとショールームやるために買ったようなものだから。じゃあやる人いたらちょっと準備できたって教えてください。いや、わかんない。一緒になんないのかな。多分ランクがなんかね、昨日755のコメントしてくれた方はなんかね、ランクが同じくらいじゃないとなかなか一緒にできないよって言われてて、私ランク低いんですよね多分。シルバーI に V って何 6? なんだって。一緒にできるか分かんないけど一緒にやってみようっていう企画。ここ見たらいいの？これだよね、シルバー4だって。私のランクほんとに画面映せないからつまんないかもしれないけど、じゃあ準備できました？一緒？いけるんじゃない？じゃあ私はこれです。サメに鼻のくもりつけてます。じゃあみんなが押した10秒後に押します。じゃあ押してください。せーの、どうぞ。2、3、4、あ、指さん、5、6、7、8、9、押していいかな。押します。え、めっちゃすぐ行っちゃった。わかんない、こうやってどうやってやったらいいんだろうね。一緒にやれたらいいのに。こんな感じ。私はここに4本でやったい。やばい、バン、ね、こうやってこれで移動してこれで打ってこれで見てるだけど、
いないかな。全然ね、ここに人がいない。いや、またポット戦な気がする。ごめんなさい。いない。いや、ここの時点で分かるはずなんだけどね。誰もいないよね。でも多分ボットばっかな気がする。これで ない。とりあえずちょっとやります。私ドキドキしてこういうゲーム向いてない。だってほら見て、私がここに入ってる、ここに出るんですよ。強い人順に私が入ってるってことは、これは弱い人の戦いです。いつになったら変わるのかな。飛行機はここに飛んでます。うん、一人で行ってる。確かにどんなゲームも向いてないわね。これ画面見せれちゃ本当に楽しいのに。これを斜めに降りるのが早く降りれる方法なんだって。一人でやるの向いてない。これポチンキ集合で。分かった、じゃあ絶対いないでしょ。これ私の名前教えた方がいいのかな。教えていいのかな。やりにくい。フライパンを手に入れました。やりにくい。いや、パソコンの方がいいね、そりゃ。チーム、おー、いるんだけど。こんな雑魚で撃てるかな。もう入ってきたわ。誰殺しました。でも日本語だった。銃を持ってたこの人。音でかいかな。8スコあったのはいいけどさ。パーティーって何？そんなのできるの？分かんない。作っていいのかな？分かんないことを勝手に言うのは良くないと思うけど、ダメかな。でも本当に私上手くなりたいの、このゲーム。カー欲しい。ゲームはあるんだけど。あと最近ね、ごめん、モシンナガンが強いってことを聞きましたよ。416も拾ったよ。
しいやつ。でも日本人の人いるからさ、それなりにボット少ないのかな。さ、日本サーバーでもさ、海外の人多いよね。ごめんね、楽しくないよね、こんなの。申し訳ないな。でもこんな感じで、一人で言ってる時は喋ってないけど、こうやってる。見つけたよ、顔を。ナイスタイミング。ゴミニの玉が足りません。最近さ、嘘を使いにくい。私カードでよく人をいるするよ。リアクション、まあ、敵がいないからもうね。でも一人だとね、すごいハーハーしてやってる。最近ガラスがついたよね。あ、いる。やりました。やりましたが、何もってこれさ、一人じゃないからさ、意外と頑張るかも、配信でやってる方が。あ、運転苦手。カーいいよね。やばい、ゴミの玉が足りないよ。エビの服着てるから分かりやすいと思うんだけどさ、分かんないよね。だってさ、今やってる人もさ、きっとさ、コメントできないじゃん。いや、私もう無敵なんだけど、ほぼ。持って、あー、でもゴミの玉があればもう無敵かな。することないとこうやって芋っちゃう。お家でバンされませんように。なんかね、ね、時間かかるんだよね。しかも今本当にボット戦だからさ、マジで待たせることになるわ。と言ってもね、結構焦り切ったんだよね。わ、物資が近くに落ちる。どうしようかな。
向かっていこう。ちょっとボットっていうのは機械、機械、どうしよう、落ちました、落ちました、敵が来ないことを祈って、もうドキドキして今。そう、自分でとりあえず物資を漁りますね。AUG を見つけました。AUG って強いんですか？ねえ、カーがモシンナガン、どっちがいいか分かります？モシンナガンって読むのか分かってるのか分かんないけど。キルは1した。ギリスーツなかった。ねえ、カーか。AUG 微妙？弾回遅い。嘘。ボットだと思う。1人、もう1人、そう。ん？いない。AUG やめた方がいいかな。最高？最高って言ってる。カーの弾をちょっと照らして、なんか今俺がゲームに出てる、来る横ばっかりなんですが、 PUBG です。荒野行動ではないか、似たようなゲーム。捨ててるよ。ダンスコモでもいらないかな。医療キット、応用応量処置キット4、包帯5、鎮痛剤2、エナジードリンク3、5ミリの玉、7ミリの玉、グレ4個、スモーク3個、どうでしょう。何が使い慣れてるのか分かんないけど、今 AUG ってものを使ってみます。アンチが縮まったら移動します。同じマップにヤッスンいるぞ。嘘、マジ？AUG とか、マジ？嘘でしょ？なんで分かったの？私はいない？俺のマップにって何？残り何人？56ね、生存56。あ、そうやって確認すればいいのかな。ここに誰が死んだかさ、キルすると名前出る。え、すごくない？一緒にいるの。私の名前言ったらいいのかな。アンラッキース ルーカオサ大佐、保育児ユージ、今
とした。車があったから車でいる。まださ、殺されました。カオルちゃん。え、すごい。私の名前教えた方がいいかな、これも。どこでキルされた人見る？ここに出てくる。左横？浜口明人って人が今殺しました人。人。物資が向こうだ。アンチも。逃走。アンチがなかなか縮まらない。結構さ、こういうボト戦はさ、負けた？すごい、浜口明人って人がめっちゃね、殺してる人。あんまり持ってない。いや、もうそろそろ移動したところなんだけど。まだやってる人いるかな。玉入れでやばい。それはやばい。いいな、一緒のマップ。でもまださ、ヤッスンさんもチョロさんも生き残ってってこと？すごいじゃないか。でもさ、始めたばっかってことはさ、やっぱそういう始めたばっかの人は一緒になれるのかな。私も久しぶりにやったから一緒だと思うんだけど。で、みんなにさ、浜口明って人出てこない？あ、縮まった。アンチ移動します。出てこないかな。今キルしたけど、大和さん。みんな普通に今この名前でやってる。出たら教えて、クロケンさん。分かった。でもさ、そっか、生存で人数違ったってことは違うか。一緒ではないのか。この名前か。もうアンチのど真ん中に私は行きます。ど真ん中に行ってイモることが好きです。来ない。
もう家の中にこもりました。あと11人、誰がうまかったよね。そう、朝オレンジのセダンに乗ってお得意アンチ入れずとんまいだ。それはでも11人もいるんでね、やっぱね、アンチ守るの結構大事よね。今はこの丸のど真ん中にいます。ずれたらちょっと。なるはね、やっぱなるとリラって結構ね突撃タイプなんですよね。私もそれになりたいんだけど、やっぱ性格出るわ。これこういうゲームって性格出る。私突撃できない。うわ、でもここすっごい見にくい。突撃しかない。うわ、逆にね、あ、いる。殺しました。身長っていうかビビリなんだよね。あと9人、ビビリだから怖くていけないの。ずっとユナの方式使ってる。嘘、ずっとこう芋ってるってこと。でもやっぱ上手い人ってさ突撃するよね。物資が落ちた、煙消えた。丘の上の方がすごい良さそう。足しびれちゃった。有利な位置に先に行く作戦。おお、一緒だ。嬉しい。今何時なんだろう。そう、リラナルは当たって砕けるタイプなのよ。でもその方がきっとね、分かんない成長しそうでね。みんなもう終わりました。やった方、物資の位置が気になる。丘にいる。やり合ってます。全然見えない。いる。入ってきた。ポットちゃんです。やっぱさ、ボットちゃんってお家にすぐ入ってくるじゃん。多いんですよね。あと3人、私含め3人。もうちょっとだ。
あと一人。みんなボットちゃんだからお家に入ってきちゃうのね。あんまりよろしくないわ。わあ。でも私ここにいるんですよね。ちょうど入ってる。あ、いるわ。うわ、入ってくるわ多分。ポットちゃんかも。ん？同じ家にいるんだけど。え？突撃していいかな？ぼっちゃんだった。グレネード自分が投げた。ボットちゃんでした。8キル1位。弱い人しかいないからだろうけど、ありがとうございますっていう感じ。でもみんなでやってるから私あんまりビビんないかも。シルバー、これ何？これに 1,2,3 4位した。すごい。うん、グレじゃない。歌ボット部屋だったね、これ。そんなボット部屋ずっと続く？何がダメなんだろう。もう一回やってみますか、ランキング。時間あれだけど、ちょっと、じゃあ、できますか？みんな当たりますように。え、合ってるよね、モード。クラシック、エランゲル。待って待って、分かった。 KRJB TPP1 合ってるよね。合ってるよね。なんでだろうか。準備できました？クラシックの方なの？5分は待てん。カウントダウンして、みんなが先に押した方が多分あれだから、私がどうぞって言ったら押してください。いける？いけますか？ごめんね、見てる人は。いきますか？じゃあどうぞ。合ってる、マジランさん。押した。
とマッチングが長い。一緒にやりたいな。ちょっと長いけどマッチング待ちましょうね。あ、いけた。いや、私も結構今長かった。いけたんじゃない？いけたんじゃない？いけたんじゃない？え、来てるよ、エビ。エビ来てジャンプしてる。いない？ねえ、エビ来てジャンプしてるよ。いない？いないかも。またボト戦？え、いた？嘘！いた？来て来て来て、え、来て。え、これ？これマジバナちゃん？え、これメガネの、メガネのガール、裸のガール。え、待って、いる。すごくない？え、この人も？君もか？違った。え、これマジバナちゃん？むせた。マジマジバナちゃん、じゃあポチンキにおるよ。ちなみに私の名前このランキングの中入ってます、マジバナちゃん。え、嬉しい。マジ？まあでもさ、ポチンキ降りたらさ、あれかな、ポチンキ降りてマジバナちゃん名前何でやってる？え、嬉しい。普通に嬉しい。これがみんな来たらいいのかな。ヤッスンさんポチンキで、ヤッスンさんも一緒にフロケンさんとやってる。マジバナちゃん降りてね。ポチンキってマップ、飛行機のマップはガッツカーからポチンキずっとまっすぐ。ね、ポチンキって私も最初ちょっと笑っちゃった。なんで？なんで？え、嬉しい。マジバナちゃんがやったことがまず嬉しいんだけど。マジバナちゃん降りました？あんまり人をむやみに打たないようにしよう。マジバナちゃんかもしれないから。やってたらさ、これコメント返せないよね、普通に考えて。興奮しすぎて見てたわ今日。え、超嬉しいんだけど。え、足音する。ジバナちゃん違う。ジバナちゃん、マジバナちゃんが。違うやつだった。家の中入ってきた。どこ？私銃持ってないよ。ハンドガンしか持ってないよ。おー、ちょっとミニ持ってる。最高。
P を拾った。ポチンゲもさ広くて分かんないよね。残り90人、全然無理。でもマッチングできるんだね。あ、マジバナちゃんが殺してる。マジバナちゃんが韓国人を殺してるよ。いるんだけど。マジバナちゃんどこにいるの？どこ行っちゃった。マジマちゃん、ちょ、これだよ。今出てる刀の名前、食べ物の名前だよ。もう遅いかな。UMP って使える銃？すいません、気をつけます。剣道に気をつけます。ごめんなさい。すいません。とあのゲームをやってハイテンションになりすぎました。ちょいちょい、地味。今殺したよ。UMP って使える銃？ランク違っても。ほぼ合わない。そうなんだ。嘘。そうなんだ。ランクって何？キルしたって言わないとダメない。確かにリナちゃんもね上手。UMP は普通か。じゃあ E10 をちょっとつけないと。416あった。ひなこはパブは来ないと思うけど、小屋が得意だと思う。
まあでも言うたら、うん、どっちも一緒みたいな感じではあるけどね。どっちが使いやすいかだよね。うわ、クロケンさんに倒された。嘘でしょそんなことある？一緒だったんだ。でもおもろい。クロケンさん言われてるよ。かわいい。で、マジバナちゃんはどこにいるかな。めっちゃおもろい。家の顔で待ち伏せされた。めっちゃおもろい。クロケンさんに近づくの怖いな。おもろい。私そろった長装備。マジバナちゃんどこ？3階建ての建物にいるから来てちょうだい。敵来たんだけど。マジバナちゃん？これ違うか。キルしました。おう、めっちゃみんなに持ってる。間違えた。めっちゃミニ落ちてる今。ミニってみんなから使いやすいの？分かんないや。ツイッタールカよりバカかわいい。マジ返そう。ウェーン、そうなんだ。確かに打ちやすいよね。
うん、もう少しでアンチが縮まりそうだから、ちょっと縮まったら腰でやられます。嘘でしょ。今762とエイド持ってんの今。最高だね。わけわかんない。私もね、どれが強いかとか全然わかんないよ。それこそ荒野行動この前やった時のどれが強いかとかマジわかんなかった。10ゲームします。まだ46人もいる。でも一人でやるよりこうやって発信でやってた方がすごい頑張れました。ありがとう、今日は見てくれて。めっちゃ何やってんの君。キルしました。あ、こんなランクそんな影響ないのかな。マジマナちゃんがずっとやってたのかな。最近始めた。マジバナちゃんまだ生きてる。今キルした。遠いとこにいそう。ランク低いけど当たってるんだ。マジバナちゃんどこにいる今。低いけど当たってるから関係なさそうだね。じゃあバナナボーイって人もいるよ。関係ないかな。スクールあたりの小屋いっぱいあるな。スクールに向かうね。車で向かうからさしてちょうだい。小屋って何？あ、アンチ縮まったよ。でもとりあえずマジバナちゃんを探しに行ってみるよ。違う目的のゲームになってる。どこ？プレイヤー名、私の？どこだろう。いなさそう。スクールって結構怖いだよな。
小屋って何？いた？来て。あ、いないわ。どこ？あ、いた。乗っていいよ。待って、いるんだけど。乗っていいよ。やばいよ。乗ったんだけど、めっちゃめっちゃおもろい。一緒に乗ってんだけど、敵と車、めっちゃおもろいんだけど。いや、打ち合いしないよ。最終的には打ち合いになっちゃうかもしれないけど、すごくない？どこ行こう。アンチが超中途半端なんだよね。すごいね。普通に奇跡だわ。ごめん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 ね。どうしよう、マジバナちゃん。一旦ここ終了。ここにいて。すごい、マジバナちゃん車にいる。撃たないでね。すごいんだけど。すごい、どっか行っちゃった。確かにこれマジバナちゃんフレンド申請したら見れるんじゃない、試合。ショートマーク出る。あ、いたいたいた。マジバナちゃん、ここに武器あるよ。大丈夫？え？殺しました。足りてる？縮まったわ。マジバナちゃん、車に乗るよ。行くよ。いや、マジマナちゃんにフレンド申請やで。もう今そんな承諾できる時間とかないか。承諾？承認する時間ないからあれかもしれない。これでも何分に襲おうって言ったら多分いける気がする。今何分？やばいよね、そろそろ時間。あと7人。ちょっとちょうど今あれなんで、ランキング先読んじゃっていいですか？13位しんすけとマーク、なとりどんさん、ありがとうございます。12位てるきちゃんとマーク、うなうなたんたん、うなたんたんさん、ありがとうございます。11位香港のケーキとマーク、ナナレンジャーとマーク、ナトリオンさん、ありがとうございます。10位あきひこさん、ありがとうございます。9位台湾の中心アットマーク、セナタンさん、ありがとうございます。8位台湾中心超大盛りナテドンさん、ありがとうございます。7位
フェロメロチーノさん、ありがとうございます。6位ゆうきさん、ありがとうございます。5位ティケイトンからつまくたい、ナナタリドンさん、ありがとうございます。4位チョロさん、ありがとうございます。3位ミータンとマークゆうちゃんしかたんさん、ありがとうございます。2位マイキアとマーク超かわいいお似合いカメラ目線ウィンクくださいさん、せーの、ありがとうございます。そして1位がシーニさんです。ありがとうございました。ということでちょっとこれきっと12時までに終わらなさそうなので先に読みました。ごめんなさい、このパフができない人はねちょっとつまんないかもしれませんが、すごい私は感動的な配信となりました。キルしました。うん、もうこれ終わったら今日は寝ます。マジマナちゃんずっとここにいるの？それとももう触っていない？あと4人だから、マジマナちゃんと私含めて4人だから2人だね。足跡出るから嫌なんだね。え？あと一人だ、マジバナちゃん。100の方にいる。うん？どこかな？いや、あと一人残ってる。町花ちゃん。あ、いた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 。やばい、やられそう。しゃあ。あと私と町花ちゃんだけ。です。藤原ちゃん終わったよ。殺していいよ。殺していいよ。画面録画しとこう。すごい。え？あ、マリマナちゃんがキルしてくれました。2位で終了。
終了です。私は10キルしました。でも10キルした、すごくない？結構ありがとうございます。ということで真島ちゃんが私をキルしてくれました。でもね、できるってことが分かったからすごい楽しかったね。10キロも結構頑張った。よかったです。できるんですね。一緒に。パソコンでもできるとも思いますよ。1時間くらいゲームやってた。でもなんか一人だから緊張しちゃうけど、みんなとだったから、みんなとってかみんな見てるから頑張れたかも。すごいね。またなんか755とかに何分押してくださいってやったらできるかもね。でも多分マップとかもモードとかも一緒だったからとできると思います。でもまあ配信しながらの方がね、会話はしやすいけど、またみんなが夜はあれかな、時間できそうな時にやりましょう。楽しかった。でもみんなこう話してできるの私新鮮でした。ありがとうだからうん、ソロでやってる。まじまなちゃんは多分私の名前分かったと思うけど、うん、練習しといてじゃあ12時1分30秒に押すから、みんなも押せそうだったら押してみて、それで私寝ます。12時1分30秒ね。12時1分15秒にするわ。12時1分15秒に押すから押してみて。まだ終わってない。あと1人どこにいるの？嘘すごい。12時1分15秒ね。すぐ配信終わったらすぐやるね。やったら私はもうすぐお風呂に入ってみます。ポチンキ、結構私はポチンキに降りることが多いけど、これはでもさ、チャケとかもやってる時って名前を教えてた自分の、地名だよ。コチンキとかスクーとかもう教えようかな。ゼロさんレアンです。わかった私はじゃあ言うね。でもなんかあの友達申請とかしてもやんないけど、ひらがなでチョコチッププです。チョコチップです。覚えてください。
名前このまま分かった。うん、で申請はしてもあの返さないのでチョコチップです。黒犬初心者です分かった、可愛いでしょ。食べ物の名前にしようと思ってひらがなでチョコチッププなので、ちょっとマップにいたら。では